どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、 ANA の特典航空券の2021年夏ダイヤね、予約開始になるということで、こちらの解説ですね、やっていきたいというふうに思います。2021年1月現在ですね、こんな状況ということで、海外にね行くことができませんので、旅行に関してね、国内旅行にね切り替えられる方ね、かなりね多いというふうに思っているわけなんですけども、 ANA のね2021年夏ダイヤが1月26日よりね予約開始になるということで、 ANA マイルを使った特典航空券に関してはですね、早い者勝ちになると思いますので、狙ってる方はですね、ぜひ最後までねご覧いただければなというふうに思います。ではまず ANA のね特典航空券の予約に関してなんですけども、予約開始になるのはですね、国際線と国内線で分かれておりまして、国際線に関してはですね355日前からですね予約できるというふうになっておりまして、人気路線に関してはですねかなりの競争率っていうふうになっておりますよね。355日前ということなんで、2021年のですね年始とかもですねもう予約できるわけなんですけども、まあこういうね繁忙期に予約をねどうしても取りたいっていう方はですね、かなりね大変だと思うわけなんですけども、まあ、どうしてもね予約されたいっていう方はですね、まあ、手数料ねかかってしまうわけなんですけども、予約開始時にですね ANA のデスクにね電話して取られる方もですね結構いらっしゃるっていうね話も聞いておりますので、どうしても取られたいって方はですね、こちらもね参考にしていただければなというふうに思います。でですね、国内線に関してはですね年に2度一斉予約っていう風になっておりまして、搭乗期間が3月から10月までの間の夏ダイヤの予約は1月下旬にね一斉予約開始っていう風になっておりまして、搭乗期間が10月から3月までの冬ダイヤに関しては8月の下旬にですね一斉予約っていう風になっております。またですね、詳しい予約開始日についてはですね直前告知というふうになっておりまして、2021年の冬ダイヤのね予約開始日が、まあ、今回ね発表になったわけなんですけども、次のね冬ダイヤが何月何日っていうのはわからないようにねなっているわけなんですよね。でですね、この予約開始日についてはですね、だいたい 2,3 週間前に告知されるっていうふうになっております。今回のね発表に関しても公式サイトにね出ておりますんで、まあ、詳しくね見られたいっていう方はですね、概要欄に公式サイトね載せておきますので、こちらね参考にしていただければなというふうに思います。それではですね、2021年の夏ダイヤである3月の28日から10月31日までの予約開始についてはですね、2021年の1月26日よりですね予約開始っていう風になっております。またですね、1月26日よりということで、こちらはステータスまたはですね保有しているクレジットカードによってですね日付時間がね変わるっていった形になっております。でですね、詳細はこんな感じになっておりまして、ダイヤモンドステータスをね持たれている方、またですね上記のプレミアムメンバーの方、または ANA カード、 ANA マイレージクラブモバイルプラス会員ということで、それぞれですね発売日と時間がね異なっているっていった形になっております。 ANA のねステータスを保有されている方はですね1月の26日からっていう風になっているわけなんですけども、ステータスね持たれてない方に関しては2021年の1月の27日の13時からっていう風になっております。またね時間に関してもですね、ダイヤモンドステータスね持たれている方は1月の26日の9時半からね予約開始っていう風になるわけなんですけども、それ以外のステータスを持たれている方であれば11時からっていう風になっておりますし、 ANA カードをね保有されている方、またねモバイルプラス会員の方はですね1日ずれてですね1月の27日の13時からね予約開始になるっていった形になっております。でですね、ANA のステータスをね保有されてなくてですね、ANA のクレジットカードもですね保有されてない方に関してはですね、さらにね1日遅くなりまして、1月28日の15時からね予約開始っていった形になっております。ですので ANA のねステータスを保有している方とはですね、約ね2日間ぐらいですね予約開始になるのはね遅くなるっていう感じなんですよね。また今回の夏ダイヤに関してはですね、搭乗期間が3月の28日から10月の30日までっていう風になっておりますんで、まあ、この期間にですねゴールデンウィークとかお盆とかもね
入ってくるといった形になっておりますので、こういう繁忙期にですね、初日に飛行機に乗ってですね、最終日の前日にね帰ってくるような感じで ANA のね特典航空券取られたい方はですね、予約開始と同時にですね予約していただければなというふうに思います。でですね、それまでにですね時間の調整であったりですね日付の調整等々ねあるかと思いますので、皆さんね予約できる時間はねそれぞれ違うわけなんですけども、それまでにですね事前準備ねしていただいて当日ね迎えていただければなというふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですね ANA 2021年夏ダイヤのね特典航空券の予約開始になるということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、思い通りにね発券できない場合もね結構あるかなというふうに思うわけなんですけども、個人的にはですね ANA のね国内特典航空券に関してはユナイテッド航空のねマイレージプラスで発券すると、今回 ANA の方でね販売開始になるのは2021年の夏ダイヤということで、3月28日から10月30日までのね期間なわけなんですけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラスに関しては扱いはね国際線になっているのかどうなのかっていうのはちょっとわからないんですけども、ユナイテッド航空のマイレージプラスでね発券しようとすると、今回の期間もですねもうすでにね予約することがね今現時点でできるんですよね。ですので国内のね旅行をメインにされている方はですね、ユナイテッド航空のねマイレージプラスをね少しは持っておくとですね便利に利用できるかなというふうに思っております。私も昨年ね3連休とかにユナイテッド航空のねマイレージプラス利用したわけなんですけども、 ANA はですねもう全然連休ということで満席表示でね利用することができなかったわけなんですけども、ユナイテッド航空のねマイレージプラスであったらですね空席があってですね発券することができたっていうね経緯もありますんで、個人的にはですねユナイテッド航空のねマイレージプラスね結構おすすめだなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボームホテル、ヒルトンホテルを取っていてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。